こんにちは。湘南美容クリニック統括技術指導医の坂西です。今回は YouTube 再生回数1万回を超えた目の下のクマ治療裏ハムラ法の術後経過報告の第2弾をお伝えしたいと思います。裏ハムラ法の手術、クマ取りの手術でダウンタイムをどれくらい休めばいいかという質問を多く受けます。結論から言うと、手術の翌日から普通に生活をすることは可能です。ただし仕事の種類によっては休む必要もあるので、今回の動画を見て参考にしていただきたいと思います。それでは症例の紹介です。今回の症例は当院の受付カウンセラーさんで、目の下のクマの原因となっている膨らみに左右差があることと中眼面のボリューム不足を訴えていました。こういうタイプは脱脂、脂肪取りだけを行ってしまうと逆に目の下のへこみが気になってしまったり、クマが濃くなってしまったりする可能性が高いです。脱脂、脂肪取り単独ではリスクが高いタイプになります。目の下のへこんでいるところには脂肪注入を考えたりすることもありますが、脂肪注入には生着率の問題点やしこりができる可能性というリスクがあります。一方、ヒアルロン酸注入を併用してもいいんですけれども、ヒアルロン酸は一時的な効果しかないので、繰り返し繰り返し注入をしていると下まぶたの違和感や不自然さが目立ってきてしまいます。こういう方には裏ハムラ法が良い適用になります。社員さんということで通常のモニターさんとは違い、毎日の経過を撮影していただきました。ぜひこちらの動画を参考にしていただき、これから裏ハムラ法の治療を考えている方の不安解消の一つの情報になれば嬉しいです。早速ですが手術直後を見てみましょう。手術直後はこんな感じです。クマがきれいに消えているのがご覧いただけると思います。内出血をしなければ腫れはこの程度で終わります。では翌日を見てみましょう。前回の動画でもご案内しましたが、私の裏ハムラ法の手術を受けていただいた方には術後48時間の茶色いテープの固定をしていただいてます。この48時間というのは手術が終わった後の腫れや内出血が非常に出やすい時間になりますので、テープをしっかりと貼ることで内出血や腫れを抑える効果が期待できます。テープで下まぶたを固定しているので非常に分かりにくいかもしれませんが、涙袋の部分を見ていただけるとパツパツ感が分かると思います。でもマスクをしていれば大丈夫そうですよね。本当はゆっくり休んで目を閉じて冷やしていただきたいんですけれども、当院のスタッフさんということで手術翌日からマスクをして仕事をしております。さて2日目を見てみましょう。こんな感じです。涙袋のパンパンさは昨日とそれほど大きく変わっていないと思います。テープ固定をしていると目の下の腫れは比較的分かりにくいですが、この日も普通にマスクをして仕事をしてもらってます。次、3日目の状態を見てもらいましょう。通常3日目の朝、テープ固定はご自身で外してもらっています。目の下が内出血の影響で少し黄ばんでいるのが分かると思います。涙袋を見ていただくと昨日までとは違って少しパツパツ感がなくなってきているのではないかなと思います。
私の裏ハムラ法の手術を受けていただく方の多くの方は腫れのピークがだいたい 2,3 日後になります。テープを取った後は普通にメイクをすることは可能になります。続いて4日目を見てみましょう。腫れや内出血の程度はさほど大きく変化はありません。続いて5日目を見ていきましょう。4日目と比べると腫れが引いてきたのはお分かりいただけると思います。続いて6日目の状態です。目の下の腫れが大きく改善したのがお分かりいただけると思います。内出血の色味もかなり改善してきましたね。これくらいであればファンデーションやメイクでごまかしいただけるんではないかなと思います。続いて7日目の状態です。内出血もほぼなくなってきましたね。すっぴんでももうわからないぐらい。ノーメイク、ノーマスクでも大丈夫ではないかなと思います。私の裏ハムラ法の手術を受けていただいた方は、1週間もすると7割8割の方は、メイクもマスクもなくても生活ができるレベルになります。もちろん、まだこの状態は完成形ではないので、1ヶ月目の状態を見ていただきましょう。7日目の状態と比べるとかなりむくみも取れてすっきりしているのが確認できます。見た目的には1ヶ月もするとほぼ完成になります。実際は拘縮といってまだ目の下に硬さや違和感を感じる方もいらっしゃいますが、こちらの拘縮という反応は3ヶ月から半年すると柔らかくなって馴染んでいきます。いかがでしたか？裏ハムラ法の術後、ダウンタイムをどれくらい休めばいいか、手術を受ける方の生活環境、生活スタイルにもよりますが、私の手術を受けていただいた方の経過を聞いていると、見た目にこだわらない環境で働いていらっしゃる方は、手術の翌日からマスクをして仕事をされている方が多いです。もちろん、ダウンタイムには個人差がありますので、今回の方よりも早く腫れが良くなる方もいらっしゃれば、逆に腫れがひどく出る方も稀にいらっしゃいます。熊取、裏ハムラ法を考えていらっしゃる方の、術後の休みを取る目安として、今回の動画を参考にしていただき、役に立てていただければなと思います。裏ハムラ法ではなくて、切開のハムラ法を検討されている方は、裏ハムラ法よりもダウンタイムは長く、抜歯が必要になりますので、抜歯は1週間前後、腫れや内出血については、10日から2週間ぐらいを目安にしていただけると、いいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の動画が役に立ったなという方は高評価ボタンを、今後も皆様の役に立つような情報、ダウンタイムや手術の経過を報告していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。また、手術方法がわからない、自分に合ってる方法がわからないという方は、ぜひ無料カウンセリングにお越しください。私が直接診察をして、必要な手術や方法、ダウンタイムについては説明させていただきます。ではまた皆さんお会いしましょう。